皆さんこんにちは、もがみです。本日は第1回としまして、曜変天目心眼の見分け方と、具体的にはですね、この斑紋をしっかりと見ますと大変特徴あることがわかるんですね。ご覧いただいていますのは、静嘉堂文庫がですね、数年前に発行した本なんですけれども、現在とは違ってですね、新しい撮り方といいましょうか、照明等々、デジタルカメラのですね、本領を発揮して、こういった、色の違いをですね、前面に出したという時期があったんですね。これを見たときにですね、静嘉堂の美術館でも見られないような、特別な光で強調したものであってもですね、大変な参考になったわけですね。はい、どんどん見えてまいりました。斑紋の内側にですね、白い、霞のようなものがございます。今のご覧いただいている写真がですね、およそ現在、明治生命記念館ですか、丸の内に移転した時の写真でした。これが先ほどの数年前の本の中の写真です。全然印象違いますよね。はい、この写真でもって特徴をこれから解説したいと思うんですね。斑紋の内側にですね、全てと言っていいほどこの白いモヤモヤとしたものがあります。しかもですね、全体共通して、光彩、虹の彩りの部分、そして、この白いモヤモヤとしたその間にはですね、いわゆる黒天目いうの黒字下地が見えるわけですね。で、さてこの白い艶消し状のものは何かということでありますけれども、粒状の泡ということがだんだんと分かってくるんですね。つまり斑紋ができてもなおこの粒状の泡が下から上がってきていると、そういう証左なんですね。つまり斑紋はですね、この釉薬の中から出てくる気体によって生まれるわけですよ。そして円形の光彩斑紋ができて、その後もですね、こうやって気体が出てきているということなんですね。接写の倍率が、ここが限度ですので、これ以上光学顕微鏡などでですね、見ることができているんでしょう。でも顕微鏡が当てがえなければしょうがないんですけどもね、局面の内側なんで。ですから倍率を上げていきますとですね、如実にこの泡だということが、これまた数年前の NHK の 8K 映像ということでですね、見えていたわけですけれども、なかなか表にこの前面にこの書籍などとなってですね、研究発表報告がなされていないということでね、この写真の撮り方、展示の仕方も、劣化といいましょうかね、本当のことを隠しているような、そんなふうに私は見て取ります。今見ていただきますのは、結局、もやもやの中にも泡があるんだと、粒々のムラがあるんだと。これがね、何よりの薬の中から斑紋ができた後にも、気泡が出続けていると。カルデラ火山というね、外輪山、有名なのは阿蘇山ですけれどもね、そのカルデラの内側にもですね、小さい噴火口があるのを、ご存知の方いると思いますけれども、そのような状態がこの小さな、曜変天目の斑紋の中で起こっているということがですね、これが曜変原理なんですよね。ですから、これが確認できないようなものは、おおよそ絵付け、特徴を絵で描いただけと、
800度ぐらいの低加度油で焼き付けただけと、まあそういうことですね。ですから窯変が斑紋が、ね、共に生まれるのはですね、釉薬の中からこれらの気泡がですね浮いてきて、で斑紋ができて、そして、表面の、構造色を作ると、このメカニズムが現れているかいないか、それがまあ真贋の見分け方の一番ということでお伝えしております。ご覧いただいている、まあ、静嘉堂文庫の稲葉天目、印刷物なのでね、画像とか印刷の時の、まあ、粒子も、まあ、多少あるかもしれませんけれども、斑紋の内側の黒い釉薬の中にしっかりと気泡、粒状の白い泡のようなものが映し出されていると思います。でそこには光彩はないと、その白い粒状のものがですね、まあ、密度が多ければ、まあ、白さもねしっかりとしている白さなんですけども、はい、こちらが私の窯変天目です。倍率を上げていきますと見えてくるもの、これは気泡の跡ですよね。斑紋の中には気泡がある、その理由は気泡でもって斑紋ができるからと、斑紋が広がった後も気泡は出続けていると、これが窯変メカニズムであるということですね。ですからこれがないものは偽物だという見分けがつくわけです。その気泡とともにですね、いろんな物質が表面に上がってきますので、その物質の濃淡でもって、ご覧のような、これも私の窯変天目ですけれども、その広がりが、濃淡、厚みでもって虹ができるというメカニズムです。